本当にやるのか？お前たちには何のメリットもないように思えるが、次期会長候補として箔がつきます。あの発言を取り消し、謝罪してもらわないと気が済みません。そうか。正近くん、アーレさん、頑張ってくださいね。ええ、ありがとう。クゼッチおひさん、どうも。私は宮前ノノア、一応さやっちの相方やってます。ちゃんとスピーチできるのか？谷山さんで決まりだろ。クゼくん、ありゃ。お前 E カップってマジ？ん？変態！この状況で何言ってるのよ！死ねばいいのに。ゴミを見る目かな。生徒会会計の九条です。では質疑応答に移ります。はい。さて、どう動く？ではその会長と副会長が暴走したらどうするのです？転入生に学園のこと分かるのかな。やっぱり谷山さんでしょ。どうなんです？よく頑張った。あとは任せろ。あの剣崎会長を選んだ時点で皆さんの気持ちは固まっているのでは？先生方のお墨付きなんて絶対もらえないようなクソ陰キャでした。剣崎会長が生徒会長になれたのは、どんな生徒でも熱意さえあれば生徒会役員になれるという仕組みがあったからです。あー、なんだかいきなり後輩にいじられてびっくりしたが。そよっち。はーい、降参しまーす。谷山さん、久世くんがなぜ私を選んでくれたのか、それは私にもわからないわ。兄上もまだまだ甘い。兄上がその気になればこんな茶番すぐに終わらせられただろうに。正近様もアリサ様も大変ご立派だったと思いますが。分かってない、分かってないよ。敵に余裕たっぷりに、何だったら目元に影も加えて、これは強キャラ感を演出する重大な要素なんだよ。まったく、しっかりしてよ。その強キャラ演出というのは、最終的に負ける側の人間がやるものではないでしょうか。あなたが私と立候補することを選んだのは間違いじゃなかったって。自分の意思で副会長を目指すと決めたんだ。お前と一緒に。その、なんだ、そんな感じ。そこはもう少しはっきり言ってほしかったのだけど。お前はなんで俺と立候補するんだよ。頭下へたとい。そういえばクゼ君、あれはどういうこと？私の胸のサイズがどうとか。知り合いの女の子が前にそんなことを言ってて。パチティプラビナ。